弊社は1909年創業で、親族で経営しているオリビアです。もうずっと神社仏閣に向けた絹織物を売ってきた会社です。で、神社仏閣というのは平安時代に末法思想が流行った時に浄土真宗という宗教でみんな拝めば極楽に行けるっていう思想がありました。で、その時にでも一般の人々は極楽が何かよくわからない状態なので、極楽というのはこんな綺麗なところなんだよ、蓮が咲き乱れて美しいところなんだよっていうのをお寺の本堂の中に再現したんです。明治維新で天皇陛下が東京遷都して行ってしまったので一気に需要がなくなってしまったらしいんですね。やっぱり将軍家もなくなってしまいましたし、それでこのままではいけないということで、フランスのリヨンにジャカードっていうなんか機械がある、それはすごい毛利ができるということで、西陣から3人留学生を出して、はい、その技術を持って帰ってきました。あ、で、その時にジャカードっていう機械が出てきて、うちにもありますけど、そうです。京都府教団護師、布平勝司さんです。よろしくお願いします。もう卒業後、家業が織物の仕事をしていたんで、卒業後もすぐにこの工場に入って、40年。はい。ジャガードでもいろいろあってね、電子ジャガードっていう発展したのもあるんですけど、うちにあるのは古いタイプです。で、その門上のパンチカード、はい、昔のコンピューターのデータみたいなやつを読み込んで柄を織ることができるようになって、西陣地中で一気に量産ができるようになりました。ね、もう織り始めから終わりまで全て重視して仕事をしないと、なんていうか、傷物ができたりするんで、もうそこはもう慎重に織り始めから終わりまで気を抜くことなく、はい、仕事をやっています。やっぱりこう職人を守っていくために、で私たちの身近なところだけでも、糸屋さん、染屋さん、整形屋さん、針屋さん、あとは染み落とし屋さん、掛け継ぎ屋さんで、もちろん織の職人ザって言ってもそれだけあって、さらに道具の人も入れると、火を作ってる人、この倉庫を作ってる人、倉庫の糸を支える、糸を作ってる人、その糸を支える強化材を作ってる人、すごい分業制でたくさんの人がいっぱいいるんですよ。こういった金蘭みたいな、ザ・西陣織みたいなのはね、本当に絶滅危惧種でどんどんなくなっていく一歩だと思うんです。もう40年過ぎて、もう自身来年60歳になるんですけど、もうそれから何年、こういう織物を管理する仕事ができるかわからないんですけど、とりあえず相手先に信用される織物をがこう織り続けられるようにはしていきたいと思って、でも今日まで40年間自分が納得した織物をまだ一度も織りていません。やっぱりミスがあったりとかあったり、100% のものが織り上げになったっていうことは40年間まだ一度もあった。お客さんどうこういうより、今西陣織ってすごく後継者不足とかいろんな問題を抱えているんですけど、織り手の後継者もいない間に、その織機を修理する、いろんな織機、いろんな機械がついてるんですけど、それぞれ直す人が違う人なんです。もうそういう人たち もう後継者がいないっていうことになってくるんで、仮に私があと15年この織物関係の仕事を続けて中で、どこかの部品が傷んだ時に修理をしてもらえる人がいない可能性も出てくる可能性もあるんで、私たちが仕事をしたくても機械が動かせれない状態になる可能性もあるんですわ。西陣織の金蘭をいろんなところに知ってほしいなと思ってます。で、そのためにいろいろ活動は展示会出たり、いろいろ人を伝ったりして活動はしてます。で、中国の
人とかにもぜひ西陣織のことを知ってもらいたいので、弊社だけじゃなくていいので、ぜひこれから秋にはいっぱい中国の方もいらっしゃるって、うん、この暑さが過ぎたら、はい、ぜひ遊びに来ていただきたいと思ってますよ。 ありがとうございます、はい、光栄です。ありがとうございます。